ラグビーワールドカップ。ラグビーワールドカップとは、ラグビーユニオンのナショナルチームの世界一を決定する、世界選手権大会。第1回大会は1987年に開催され、4年ごとに開催されている。優勝トロフィーは、ウェブエリスカップ。ワールドラグビー主催。現在、運営管理は、ラグビーワールドカップリミテッド、RWCL に委託されている。 夏季オリンピック、フィファワールドカップと共に、世界三大スポーツイベントである。大会テーマソングは、ワールド・イン・ユニオン。1983年、オーストラリアとニュージーランドの両協会がそれぞれ、国際ラグビーフットボール評議会、RFB、現、ワールドラグビーにワールドカップの開催を提案した。この時は却下されたが、両協会は、実現可能性について検討し、 1985年に RFB の年次会合で結果を披露した。FIFA ワールドカップとオリンピックに被らないよう、開催年を1987年に設定した。これを受けて、RFB のメンバーの8協会、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、フランス、イングランド、ウェールズ、スコットランド、アイルランドで投票が行われ、6対2で開催が決定した。 反対したのは、スコットランドとアイルランドで、アマチュアリズムが脅かされるという理由だった。こうして、1987年に、ニュージーランド・オーストラリアによる共催で、第1回が行われた。当初は両協会の主催による大会であり予選は、なかった。その後の大会は、RFB に主催者が変更され、第2回以降は、予選大会と本大会による形式に変更となった。 本大会は4年ごとに行われる、夏季五輪の前年、冬季五輪、FIFA ワールドカップの翌年に開催。また、第3回までは、北半球、南半球それぞれの国内シーズン、北半球10から11月、南半球5から6月を中心に開催されていたが、第4回大会以降は南北いずれの半球でも、9月から11月を中心とした日程になっている。 1> 第1回大会から第3回大会までは16の国と地域が出場し、第4回大会からは出場枠が20に拡大した。予選プールと決勝トーナメントから構成される。予選プールは出場チームをいくつかのプールに振り分け、プール内の各チームと1試合ずつ対戦する。試合の結果ごとに勝ち点、マッチポイントが与えられる。第5回以降は、 出場20カ国、地域が5チームごとの4組に分かれて予選プールを戦い、勝利が4点、引き分けが2点、敗戦が0点でありボーナスポイントとして4、トライ以上で1点、7点差以内での敗戦で1点が与えられ合計ポイントの上位2チームが決勝トーナメントに進出する方式となっている。決勝トーナメントは8チームによるノックアウト方式で実施され、 規定の時間内で決着がつかなかった時は延長戦が行われる。記録は第8回大会2015年終了時点。第4回大会1999年までは NHK において日本戦全試合や決勝戦などが放送された。第1回大会1987年のみ TBS と接班して放送。第3回大会 1995年までは生中継にて放送されたが、第4回大会は録画中継となった。第5回大会2003年はテレビ東京で開局40周年記念と題し、日本戦及び決勝トーナメントが、他の同系列局では日本代表戦と決勝戦のみが編集の上、録画中継された。なお、テレビ東京以外の系列でも、 開局40周年記念、ラグビーワールドカップ完全中継と名打って、告知 CM が放送されたため、関東地方以外の視聴者から、決勝トーナメントの放送がされないこと直前まで、説明されなかったため、また地上波の系列が少ないため、視聴できたのは、いわゆる五大都市圏周辺の都道府県と、テレビ瀬戸内のサービスエリアである、瀬戸内海沿岸のごく一部だけだ。 第六回大会二千七年第七回大会二千十一年第八回大会二千十五年及び第九回大会二千十九年の四大会は日本テレビが放映形を獲得しているこのうち第六回大会においては W 杯開幕直前として日本代表の特集予選プールである日本戦四試合と決勝トーナメント三試合が 現地から10分遅れの形で、録画中継がなされた。しかし、日本対カナダ戦では、試合終了直前のプレーに対するビデオ判定に、時間がかかり後半ロスタイムが長引いたことで、放送時間が収まらない可能性があると、日本テレビが判断し、急遽録画中継から生放送に、切り替えが行われた。結果として、放送終了前のスポットで同点の望みがつながる。 日本代表のトライが放送されたが、5から12で劣勢だった日本代表の同点の可能性を残すというを決めた瞬間が放送上カットされたことになり、同点となるコンバージョンからの中継となって視聴者から多くの批判を受けた。放送後、日本テレビはこの件について公式サイト上で謝罪していい。なお、2011年大会以降は、 最大20分延長のオプションが設けられるようになった。第8回大会は NHK も4大会ぶりに中継が行われ BS1 で日本戦など12試合を中継する。NHK は第9回大会も放映系を獲得した。第4回大会1999年においてスカイエンターテイメント、現、 J スポーツが CS 放送にて放映権を獲得、スカイスポーツに、現、J スポーツ2において全試合制中継を実施した。当概念以降に開催された大会についても、J スポーツは継続して全試合制中継を行ってきている。J スポーツはさらに、第7回大会、2011年において、地上波、BS などを含む独占放映権並びに、 インターネット配信権、モバイル含むを取得したほか、第8回大会2015年においても全試合放映権取得している。第9回大会2019年は48試合全試合制中継することを発表した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。